はようございます。そうか、二人ともそんなにビビリなんとは思えなかった。ビビリというかね。俺、入院したことないからな。え、一度も入院したことない。なんで？ほんだ、生まれてくる時どこだったの？どこや？河原。山、山、山。河原というか、うちのおかんがヨタカになる。ヨタカ。ヨタカ。ギリギリやで、ヒザ。フォーク、フォーク、ヨタカ。やめえっちゅうね。いや、でもほんまに、あの、入院したことない。で、一昨年か一回に一遍、血尿みたいなのが一回出て、怖いなぁ。で、あれと思って、ね、ちょっと自分の精液出してみたら、そこにもちょっと血が混じっとったから。危ないじゃん。あれ、これちょっとやばいぞって思って。確かにそれ俺やばなんだから、もう病院行って。うん、要はこのぐらいの年になってきたら結構な前立腺言わして、はいはいはい、前立腺がんになってる人が多いから知り合いでも何人かいてはったから、はい、俺もうこの60前になってからもう今60になってるから、その60前になってから前立腺が出てくるのちゃうんかって言ったよ、さすがに医療機関行って調べてもらったらちゃうのちょっと炎症を起こしとって、ただのいじりすぎやな。それやったらお前、他何しても出てくるやん。バギー入ってない。その前に、尿出てくる前に海出てくるやん。そんなんじゃなくて、調べてもたら、あ、中でちょっと炎症を起こしてるだけやから、もうこれを薬で治りますって言われて、よかったー、俺ほんまこれ。いや、下の病気は怖いね。怖いやろ。あの男はへこむよ。いや、そんで、なんでそんなに一番来てんねんと、初めパッて、その、なあ、精液出した時に、昔でよう言うてる赤い玉が出てきてるのかな。これでも赤い玉、打ち止めみたいな。あ、そんな初めて言うやん。赤い玉が出てるの昔からでも言うやん。出えへんで、ほんまに出えへんで。で、赤い玉が出てる。迷信として。そうそうそう。赤い玉出たらもう。ほんまに出るわけないやろ。もう出てけへんみたいな。あ、そうなの。初めて聞いた。打ち止め、打ち止め、打ち止め。だからもうその後は出てけへんみたいなけど、しましてから、あ、初めちょっとおかしいなと思って。で、2回目した時も、やっぱ出てきて、あ、これはあかん、絶対言わしてるわ、ね、ネットで調べてこういう状況見たらそれは絶対前立腺のとこがとか、まあまあでもあるので最悪のこと書きますからね。そう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 、ビビらそう思ってな、ね、しゃあないから、初めて泌尿器科行ったわ行って、でそこの先生は結構その泌尿器科の有名な近所になってんけど、メイさん有名でメイさんやって一大病院なんかいてはってな、で自分で開業したのに行って調べてもらってちゃんとやったら、ああ、よかったね。がんとか出てないです。炎症起こしちゃうから、ちょっと薬でこれは治せます。で、治ったから俺、よかったな。まあ、他になんか、こう、尿するとき痛いとか、そういうのもない。全然、そんな痛いのも何もなかった。あ、ないんですか。症状ってのはない。なかった、症状って。あ、でも、淋病もた痛いで、正面するの。もったことない。いや、昔はあんねや。それはいじりすぎとかね。そういうこといじりすぎてるから、もうた誰かから。もうたへん。もうたへん。お土産もうたへん。あれ、でもなんか、その、体調良かったら、持ってても出る人がいてるね。そうそうそう、弱ってる時にやっぱり出んねんて。出てくるよな。あのな、先っちょが詰まんねん、尿道が海で。そこれを無理してしょんべん出す。あ、ほんで痛いね。むちゃくちゃ痛いで。初めに下回ったみたいな、そんな思いしたか。いや、何やろ、分からんけど。尿道結石みたいな。まっすぐ飛べへん、しょんべんも。まっすぐ詰まってるから、こっち側行くよね、ピューって。何やこの辺持ってて、ほんで病院行ったら、もう大変やって。またそれ、くだ入れんのじゃん。あのね、マドラーみたいなの突っ込まれて消毒剤でカッ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 むちゃくちゃ痛いむちゃくちゃ痛いでそれは痛いよ、ね、もう想像したらいいね。いや今思い出しても俺も痛いもん。あれ先をこうやってこう開けて入れたらいいやん。そうそう、チンチン持って先からもうカッ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 ってもそれ今でもそんな治療なんですか。薬でな薬らしいけどな。でも俺行った病院はそんなんやって大きい病院やで。ああもうそれがそこを梅田まってんからそこをもう調整でやった方が早いことになる。そうそうそう、まあまあまあ、そうそれやられて、ほんでその後あれよ、あの血穴に打つこれ、うわ前立腺腫れてへんか。ああ要はそれでも他のそんなプレーに走れへんかったの。いややわ。ほんでそれでまた看護師が見とんねんで5人くらいこうやってメモ取って俺でもなんかちょっとあれ俺もその一応出してみなあかんやさ、看護師さんいてはんねんけど、これはさすがに大きくなれへんなと思ったわ。ねえ、あれはもう病院は嫌やわ。いやいや、しゃあない。でも、なれへんかってよかった。で、それこそ俺別に盲腸も切ってないし、僕はまだあるんですよ。俺盲腸かも。あ、切ってないやろ。このようなんか切ったよ。子供の頃。ああ、昔ね、ようってやつ、近所の外科で、ちょっとな、
何でも盲腸やいう外科の先生がいてあってやってならんだ足痛い言うて外科に行きよったやつが盲腸やられて行ってるやつがおって学校だけは絶対変なとこ痛い言うて行ったんかんぞ言われとって盲腸切られるぞ健康な状態で切っても大丈夫なのもねあれ確かに見つけてるぞ確かにそうね次痛がれへんやけどね うちのだから親父は切っとったけど、うちの無感が切ってなかったから、うん、もうその頃から俺とかもあんまり出てきてんじゃろうなと思っとったけどなんか小学校の時にみんながみんなちょっと休む言うたらみんなあ、もうちょいやーって切られてるんですよ、今は薬っていや、今あのレーザーや穴で、それでやりよるから傷がつかへん。あ、なるほど、うん、なんか痛さもないとない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 、言ったよ。あ、でもだから入院してなんか手術した後で塀出たらええみたいな言う言う言う、ああ、聞きますね、うん、それでみんなそんなめっちゃ可愛い子、女の子が入院してたから出てた、出てたって言うから聞くんだけどなんでそんなもん小学生らしいね出てた、出てた我も入院中困るのがしょんべんな、うん、あのその取れるやんくだ点滴をやってるやん、はい、ほんで夜中な、それこそトイレ行ったんやべってほんでじじいもなんか入ってきてな、点滴持った横並びよってんやでしょんべんして、あ、じいちゃんも入院したんねんな思ったら何思ったか、そのじじいな俺も点滴持って行きよったんやなんで知らんよ、間違うで自分のやつと引っ張られていくんじゃんもうこうやって俺びっくりしたもんしょんべんしながらこう、ちゃうでー言うておじいちゃんちゃうでー言うて夜中2時に警察病院で寝ぼけとはさほんまに